はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。三国志13パープギット続きをやっていきましょう。強覚プレイ趙雲なんですが、悪名の武名依頼を5つこなすっていうね、直近の目標のために、武名依頼回っていたんですが、ことのほか敵が強いというか、その衛兵ごときであっても趙雲クラスがゴロゴロいるっていう中ですね、だいぶ手こずってしまったのがありましたので、実は前回最後プレイした後ですね、武名依頼だけこなしてあります。なので、今はですね、武名を上げるためのこの俗称ですね、画面右下、悪行の武名依頼の達成数が5以上というところですね。これは達成をしておきました。なので俗称を名乗っていきましょう。まずはで、一度俗称を名乗ると90日間他の異名を名乗ることはできませんとなっていますが、まあ全く問題ないのでこれで選択していきましょう。で、次いよいよ俗王なんですが、俗王になるためにはまず武名が1500以上、所持金が3万以上で、悪行の武名依頼が10以上というのが条件になってますね。さあ、ではこの俗王になるためにまたまたいろいろこなしていきましょう。で、そろそろですね、同志の数も増やしたいなというところもあるので、どうだ、同志の数増やせるかな、ちょっと確認していきましょうか。同士に編入できるようなやつはいないか。やっぱりその在野にいないと基本的には同士には入ってくれませんからね。ちょっとじゃあ在野の武将がいないか、いろんなところで確認していきましょうか。お、ここに一人いるな。ただ遠いと行くだけでも結構めんどくさかったりしますからね。長安に一人、あとは洛陽にもいますね。課題、できれば近くがいいんだけど、南陽に一人いるな。ちょっと南陽に行ってみましょうか。じゃあ、さあ行こう。で、並行してその間に強奪になってますね。略奪からよりなんていうのかな、こう凶悪性が高まってますね。強奪、徴兵、まあ徴兵は例によってその民心の高いところでやっていきましょう。で、あとは手勢も増やしていきたいところなので、街中で宴会を開きましょう。こんにちは、よろしくな。さあ、在野にいたのが誰なのかっていう話もあるんで、まずは訪問していきましょう。こいつか、全く面識がないな。にしてもカスだな、統率12とか。コウブさんね、まあでもいないよりは全然マシっていうのもあるので、コウブさんをちょっとじゃあ
召し抱えますか。で、コーブさんを召し抱えるためには再び宴会を開いていきましょう。良き日和です。お初にお目にかかる。コーブさん全然出てこない。ただちょっとコーブってどう考えてもしょぼいよな。なんか他にもうちょっとまともな人材はいないのか。ここは誰がいるんだ。ちょっと都市の情報を見たいな。行かないとわからないか。そしたら都市一覧で在野が どこに何人いるかが分かるので、これで見ていきましょうか。信用に1人か。できれば2人以上いるようなところが理想なんだけどな。お、兼業に2人いるな。ちょっとじゃあ兼業に移動しましょう。ちょっと遠いけどね。その間にしっかり強奪略奪徴兵をやってもらいましょう。はるばる兼業までやってきましたよ。これでさ、略奪ではなくもはや強奪ですからね。領父の可否から強奪していきましょう。報告します。そしたらここで宴会を開いていきましょう。よろしくな。以後よしなに。で、そもそも誰がいるんだ、ここは。在野。二人いるな。女性と社生ですね。女性社生がいるわけだな。女性も社生も悪くないな。社生もいいし、女性もいいし、まあ女性の方がいいと言えばいいけど、まあここは、まずは面識ができた社生の方に行きましょう。どうしたんだ、聞いてくんねえか。申し上げます。炎将軍からの使者か。お、炎将から受け物を、貢ぎ物を受け取れるってすごいな。プラス12か、まあ、悪くはないけどもっと一気に欲しいな。宴会を開いていきましょう。社生と女性2人とも欲しいからな。お初にお目にかかる。私が周高金だ。いや、周とも面識を持てるのか。この高々族徒を名乗っているだけの超運でも。報告します。どうしたんだ、聞いてくんねえか。申し上げます。プラス13か。もっともっと欲しいよね。
そしたらここで、名品で酒でも買っとくか。値段1000円もすんの、高えなこれ。ちょっとやめましょう、普通に宴会にしよう。名品を振る舞う、清酒。お、選べるのか。女性選びましょう。はじめまして。邪魔する、変わりない。ごめん、顔を見。うわ、めっちゃ来るな。以後よ、はじめまして。うわ、孫作も来てくれた、嬉しいな。これ名品振る舞うとこんなにもみんなめっちゃ来てくれるの、すげえ嬉しいな。やった、交換状態になってくれたよ。しかもすげえ嬉しい。いやー、こんなに嬉しいことはない。名品を今後もガシガシ使っていきましょう。どうしたんだ。ってなると、そのためには申し上げます。やっぱり金が必要ですね。略奪ではなく強奪。強奪の限りを尽くしていきましょう。ちなみに続王になるための条件、ちょっともう一回だけ確認しておきましょう。所持金が3万以上か、結構金も必要なんだな。って考えると日常的に強奪はやっていった方がいいな。日常的に強奪をやっていくっていうのもなんかちょっと言い方ですけど。報告します。で、まあできればやっぱり、なんだおめえか、名品を使ってみんなと一気に上げていきたいけど、名品には金がかかりますからね。名品ではなく、できるだけ訪問で地道に繰り返していきましょう。申し訳。プラス8か。絆を強くする必要があるから、これでもう一回訪問して絆が生まれるかどうかだな。贈り物を送んなきゃダメかな。おめえか、申し上げます。そうだね、贈り物が必要だな。そしたら好みを確認しましょう。酒は好きなんだな。じゃあ名品で酒を買いましょう。おう、安い酒がいっぱいあるじゃないか。で訪問して社生のところに行き、どうしたんだ、酒を送りましょう。ありがとうよ。さあこれで絆が結べるぞ。さあでは射精を打ち負かしましょう。いや、もう今すぐでもいいよ。今すぐ射精のもとを訪れて速攻で同士に入ってもらいましょう。射精の武力は80ぐらいだっけ。76。この超運の力の前では全く問題にならないだろう。崩し、攻撃、攻撃で来るってことはどうだろうな。最初に攻撃で来る可能性が高い。いやー、防御で来るかな。防御が来るんで、ここは崩しに対して攻撃で必殺を当てて、攻撃を当てて、攻撃を当てましょう。これで十分だろう。いいね、防御が最初当たった。さあ最後は必殺だ。
完膚なきまでに読み切っただ。申し上げます。マジか。こんなことってある？すごいな。呼ばれていったのに断られる始末。さあこれで絆が生まれたはずだ。よし、同志に入ってもらいましょう。さあ早速ですが同士に入れましょう。やるか。で本拠で手勢の訓練、騎兵。申し訳、任せな。で、まあ、せっかくここにいるんで今度は女性を二釜に入れていきましょう。申し上げ。プラス12か。もっと一気に欲しいな。ちなみに女性の好みは？女性の好みじゃないですよ。女性ね。女性の好みもね、ちょっと聞いておきたいというのはあるけど。ここは酒は好きじゃない。書物か。名品で書物があればいいけどないね。まあ、どっかに買いに行かなきゃダメか。これはなんの用だろう。聞いてくれ。申し上げま。装飾もいるけど誰がいいかな。面識のある連中がいないから送れないか。できれば書物をやっぱり買っておきたいですね。何の用だろうか。申し上げ。プラス14きたね。名品はどのタイミングでアップされるんだろうな。まあ、ちょっと宝剣も買っときましょう。あと聖手。強奪の限りを尽くしましょう。とりあえずお金3000は欲しいからな。ご足労感謝する。そうなんだよね。
書物がないからな。何の用だろうか。女性が入ってくれればかなり戦力的にも良くなりますからね。で、まあ徴兵も入れておきましょうか。金は多少かかりますが。報告します。プラス12。書物来い。書物ないか。じゃあちょっと近くの町に、出向いてみますか。香料とか行ってみますか。ここに書物があれば町中訪問。ここはいないね、誰も。なのでただ単に名品を買い集めましょうというところで。高いな。ここにはないとなると、じゃあ次は剣業じゃなくて5に行ってみますか。さあ行こう。どうしても女性は欲しい。書物。これは書物なのか。宝物だな。書物じゃなくて。困りましたね。ちなみに誰がいるかというと、ここには在野は女子。え？女子？すげえいいじゃん。これ女子だよね、当然。ごめんなさい。まあそうだよね。いやいやいや、なんかこの女子を先に変えよう、変えようっていうのもあれですけど。そしたら訪問して、いや宴会だな。名品を振る舞いましょう。いやー、ここはねやっぱね女子ですよ、女子。あれ、いない、いないじゃん。マジか。いや誰かいたないな。そうか、もう誰かの奥方になってるな。ゆえにだな。一応訪問で確認しておきましょう。在野になってるけど。よく来てくださいました。申し上げます。無駄なことをしてもしょうがないからね。いや、こいつも書物か。15歳でもう配偶者がいるんだ。すごいな。まあ、ただもうここにこいつに構ってる意味はないので、さっさと別の場所に移動しましょう。この近くで他に書物が売ってそうな場所を歩き回るしかないな。ジュシュンに行ってみるか。ジュシュンに行くんだ。いやー、どうかな。いや、まあ、ジュシュンから順番に回っていくか。やっぱりね、今、火力ちゃんしかいないんで、自分の配偶者が。もう二人欲しいですよね。さて、まずは、何はともあれ、名品があるか。
売ってないな。報告します。そしたら次の町にひたすら町を歩き回るしかないね。さあ行こう。まあ武器も買っといていいかな、いざという時のために。でちなみにここは ろくな人材がいないとか言うと怒られそうだけど、さてと次はこちらの町へ移動しましょう。さあ行こう。一騎打ちを挑んでくるか、この俗称の趙雲に対して。命がそこ趙子龍の槍受けられるか。さあ最初崩しでくるなら必殺で一気に蹴りをつけましょう。で防御を入れて攻撃攻撃攻撃で問題ないでしょう。ん？何が起きた？最後に必殺撃ってきた。さてここもまずは名品があるかどうか。ないね。そしたらあとは訪問で大使寺いるけど女子はいないね。在野もいないので次の都市へ移動していきましょう。いや結構移動距離が長くなるな、こっちに来ると。ちょっと戻りましょう。効率が悪くなるので効果に行きましょうか。さあ行こう。絆が生まれてるけど入れられないもんね、所属しちゃってるからね。おっと間違えた。さあ行こう。さあ名品名品。ここも弓しかないか。結構ないんだな書物を探しても。なんかねそれも奪い取れたりするといいですよね。まあ、常用は7万の軍勢が入ってんのか、めちゃくちゃいるな。あとはもうひたすらじゃあ強奪を繰り返してとりあえずお金を報告します。3万達成させちゃいましょう。先に訪問。女子はいないな本当に。もう15歳でさっきね女子どっかに嫁いでましたけど、いやーチャンスないよ。三国志は女子の数がちょっと少ないですよね。これ名品ってなんか確認できたりしないのかな、売ってる名品。さあ行こう。これは宝物だな。
そしたら次は武陵に行くか。さあ行こう。月が変わらないとそもそもきっと名品が更新されないか。いやそんなことないね。でもここも全部装飾があるけど3800は高すぎる。じゃあ今度は調査。さあ行こう。ああここは同じだね。女子が本当にいないわ。女子がいる場所を重点的に探していきたいんだけどな。さあ行こう。報告します。いや本当にいない。いないじゃない、売ってないだ。欲しいものが女子もいないしね。どうなってんだ。こんだけ女子がいないってなるとなんか逆に。さあ行こう。なんていうのかな、そのよく子供が生まれたり人として反映されていってるよな。お、かわいい子ちゃんいると思ったけど妻子は誰かの配偶者になってるね。流氷か。まあそうだよね、どうにもならないな。流氷をぶっ殺さない限り。やっと書物手に入れた。高いけどこれで戻りましょう。いやだいぶ剣業から離れちゃったけど、剣業に一旦戻って。さあ行こう。金2000を置いていけと。逆に金2000を置いていけ。超支流の槍受けられるか。この先制攻撃で当てられるのは大きいですよね。325か。2000を要求したんだから2000置いてってほしいわ。強奪の限り尽くすんだ。とりあえず一度3万達成しちゃえばその後は金をガシガシ使っていきましょう。何の用だろうか。申し上げあとはもうちょっとねお嫁さん欲しいからな。数そしたら訪問して女性に贈り物を。感謝する。この論語高かったぜ。ありがたい。さあこの論語を受け取れ。さあここでこの壁形っていうのが欲しいと。なるほど、どこにあるのかって話だよな。とりあえずなかったんだよね。
まあじゃあそうだな、牢屋あたりに行ってみますか。さあ行こう。ないよね。ちなみに今合戦中だから訪問は不可能。じゃあ可否。さあ行こう。名品ないね。で訪問、朝鮮いるな。朝鮮、朝鮮は面識欲しいわ。その何ていうのかな、あれが無理だったとしても、朝鮮ちゃんはどうしても面識欲しいから酒を振る舞おう。やっぱね、朝鮮ちゃん可愛いですからね。この火力ちゃんに比べたらだいぶ。朝鮮。あえてこれは。お初に。どうも、これは俺が呂鳳仙だ。呂布も来たか。ちなみに。朝鮮とは絆を結んでおけばどうにかなったりするのかな。まあいいや、今は壁系を探しに行きましょう。勝敗に行くか。次はさあ行こう。売ってないね。どこに売ってんだよ。もう一回ちょっと樹春から回ってみる。さあ行こう。強奪の限りを尽くしてるけど。報告します。ここまで来たらね、どうしても女性は欲しいよな。苦労してますからね。来たー。さ、早速じゃあ、いや女性のもとに行って結果を伝えましょう。さあ行こう。さあこれで絆が結ばれたぞ。女性能力値高いからな、貴重な戦力になってくれますね。早速同士に迎え入れましょう。やるか。で、そしたら可否に行って、朝鮮ちゃんとの仲も深めとこう。
訪問が今できない？できるね。訪問できるのは略強奪しに来てる自分の同士に訪問できるっていう悲しい感じだな。ちょっとここはこの都市に滞在しましょう。どうなんだろうな。まあ呂布強いからきっとこの戦いは意外と呂布が持ちこたえる可能性もあるな。ちなみに女子か男子かで、相当かけてみますか。で女子で相当かけて配偶者がいない子。いやー結構いるじゃん。え？いやー少ない。結構いるじゃんどころじゃない。めっちゃ少ない。いやこれは少ないぞ。少ないとなるとちょっとでも早く、取りに行った方がいいな。まあ、この辺はな、将来的に孫策とかね、周瑜のところに行っちゃうんで、そういう子じゃない子がいいよな。大井ちゃんのこの、なんていうのかな、目の強さ。結構好きだな。ちなみに、彼女はどこにいるんだ？うわ、結構セクシーだな、しかも。年齢28歳。ほう。酒の趣味も持っている。ありがたや。貫中か。よし、ちょっと貫中に行きましょう。朝鮮ちゃんは呂布の配偶者になってますからね、もうすでに。そしたらお金がとりあえず3万に達成されたので、これは続王の条件を満たしたでいいのかな。達成したね。よし、そしたらあとはひたすらに紙幣最大枠を増やしていきましょう。報告します。報告します。で自らは貫中へと、大井ちゃんをもらい受けに行きましょう。武名依頼もね、どんどん達成していかないといけないからな。報告します。そしたら早速
字にしてもらいましょう。賊を打ち果たしとけば金になりますからね。まず超運帯ですが、超運は出せないので、2500しか出せないの女性は。かしこまりました。かしこまりました。紙幣が足りないと今。なるほど、今みんな強奪に出ちゃってんのか。もったいないね。せっかく近くだからね。これで武名をまた稼ぐにはうってつけなんだけど、ここは俗称同士の戦いですけど、格の違いを見せつけましょう。まず崩しで来るなら必殺でいきなりぶちのめしましょう。で攻撃で来るのには攻撃で対抗して、防御を打って攻撃攻撃でいいです。何？必殺が入らなかったのかな。金を置いていきなさい。呂布が滅亡したか。貫中に入ろうとしてたのに戻ってきちゃったのね。まあいいや、だったらもういっそのこと出陣しましょう。采配戦闘など行わずとも全く問題なく打ち取れるでしょう。これでどんくらい、90とかなのかな、きっと60とか90とかですよね、今賊を倒すと。いや全く増えてない。これはあれか、采配戦闘しないと意味ないパターンかな、もしかしたら。だとしたらもったいなかったな。報告します。急いで艦中に戻りましょう。今求められているのは報告します。大井ちゃんとの結婚だ。報告します。貫中は？貫中今あったけど飛ばしちゃったかな。
します。さあ、貫中に入りました。というところなんですが、ちょっとね、だいぶ夢中になってしまって長くなってしまいましたので、一旦ここで終わりにして、次回ですね、結婚のためにひたすら訪問を繰り返しましょうというところで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。